産業食品、札幌一番冷やし中華、夏の新麺、札幌一番40周年記念という企画の一環です。といっても普段札幌一番の冷やし中華ではないんですけどね、液体スープ、ノンフライ麺、丸型成形は茹でやすいです。麺は小麦の香りがもう一歩欲しいです。スープは徹底的に角を落としたマイルドな味付けになってます。